共和歴12年憲法共和歴12年か月28日の組織的元老院決議通称共和歴12年憲法は第一訂正を樹立した憲法である共和歴12年か月28日採択主な修正条項に五民委員を廃止した1807年8月19日の元老院決議がある終身第一統領の要請で五県元老院が起草し 1804年11月6日のプレビシットで承認された。本文は142条からなり、第一訂正という新体制を築きながら古風な制度を組み合わせている。ナポレオンは自らの正当性の根拠を引き続き人民の委託に求めながら、王権神授説に従って神の恩寵にも求め、教皇の手で性別されることとなる。 共和国の統治は一人の皇帝に委ねられ、皇帝はフランス人の皇帝という称号を帯びる。ナポレオンは革命家の感情に配慮して国王という称号ではなく皇帝という称号を選んだ。皇帝という称号はアウグストゥスやシャルル・マーニュに習うもので無限性もを有するため、ナポレオン一世には好ましかった。憲法は皇帝の権力の中身について言明することなく、 ナポレオン・ボナパルトを皇帝に指名する。定位は皇帝の直系子孫がこれを継承する。ただし、アンシャンデチーム以来の長子相続性により女子及び女系子孫は除かれる。なお、定位継承者がいない時は、ナポレオン一世はその兄弟の子孫を養子に迎えることにより、定位継承者を選ぶことができる。もっとも、この養子は養子縁組後に誕生した。 着出しに定位継承順位を譲らなければならない。養子縁組を認めたことは、ナポレオン一世に帝国の後継者を指名する権限を与えたに等しく、革新的である。憲法は、帝国六大危険下に帝国大書記長、国務大書記長、大財務官、大元帥、大帝徳からなるおよび、帝国の重心を創設して、宮廷の制度的枠組みを規定する。 帝国大規県官は選挙人会を主催する。すべての行為公館は宣誓することが求められる。定性化の宣誓は王政下のものと異なり、社会全体への敬礼としての性格を有する。元老院に二つの委員会が設置される。人身の自由に関する委員会は、ジャンジャックル・ノアール・ラロッシュを委員長として不当な検挙の観察を担当する。 出版の自由に関する委員会は、検閲の乱用の抑制を担当する。もっとも、委員会は、大臣に対して拘束力のない勧告を発する、ことしかできない。憲法修正により、五民院は、政府提出法案を総会で審議することができなく、なった。また、憲法は、5年ごとに五民議員の半数を改選すると定める。1807年8月19日の、 元老院決議により、五民委員は完全に廃止され、立法院の法案審議に係る委員会に統合されることとなる。ありがとうございます。